わーみんな元気、つねお先生です。小学生のお友達、新1年生のお友達、久しぶりです。なかなか教室が再開できなくって、ごめんね先生も。とってもね悔しいです。うん、一緒にね制作して元気になりたいなと思ってるんだ。みんなもお家の中でいろんなことをしながら、時間を過ごしてると思うので、ね、せっかくみんな美術教室のお友達なんだから、何か作って遊びたいと思わない？でね、今回小学生のお友達にこのカメラの前で先生がこんな工作をして楽しみたいなと思ってるの。じょーじょじょじょーん、出てきた。なんだろう、ラッパ？ブブー、違う、応援メガホン、ブブブー、実はピンポンキャッチャーって言います。これね、折り紙丸めたやつをね、スワッ、実はこれが飛び出しちゃいます。3、2、1、ゴーチュー、早すぎて分かんなかった。もう一回、じゃんじゃじゃじゃーん、3、2、1、うーわー、また速くて見えなかった。これピンポンキャッチャーで遊ぶんですよ。でね、いつもですね、ズームっていうアプリを使ってみんなとカメラつながってるんだけど、今回は YouTube を使ってライブ配信したいと思います。 YouTuber になっちゃいます。でね、ライブ配信といって、そのお時間になると先生がライブをしながら、こう実際目の前で作っていこうと思うんだけど、もしその時間に間に合わないとか、その時間はお母さんいないから見れないよ YouTube なんてってお友達もいると思うの。大丈夫、これ後から繰り返して見ることができます。だからその時間じゃなくても、その夜とか次の日の朝とか、お母さんやお父さんがいるときに一緒に見て作り方覚えちゃってほしいんだ。で、時間があるときにお父さんと一緒に遊んだり、お母さんと一緒に作って遊んでほしいなと思っています。えーい、でいいかな。で、できたのはね、ぜひね、ウェブ美術館にアップしちゃおうね。お願いしますね。で、これ実は次の日にZoom というまたアプリでみんなで作品を見せ合いっこしたいと思ってるの。ぜひぜひ、またメールで送るから、みんなそっちにも参加してね。ではまた YouTube で会いましょう。